はいこんにちは、えー、日経平均株価について続編をまあ、続きを少しだけ語っておきたいと思います、えー、まあ、もちろん今後の日経平均株価を、えー、的確に予想するということは、えー、不可能なんですけれどもまあ、えー、まあ、ちょっと前回にね1万あすいません3万、えー、500円前後 天井にしてまあ下げていくんじゃないかって言ってたんですけれども、とりあえず一旦三万3百715円をまあ天井にして、まあ、若干ね、あのー、下に行ったり、また上に行ったりしてますけれども、まあ、一応、ここがあの天井圏3万715円、特に3万円台の日経平均株価は天井だと、えーまあえー、見立てて間違いないんじゃないかなと思います。じゃあ今後どのよううな値動きをするかというとい えーまあ、どれだけの時間をかけていくのかもしれ分からないです、あるいはどれだけのリバウンド途中でするか分からないんですけれども、年末にかけて、えー、何かしらの理由で、えーまあ、理由が、ね、ちゃんとあるのか、ね、分からないんですけれども、だいたい2万4000円を、えー、割り込むところまでは、まあ、落ち込むだろうと思います。でえー、2021年 年末、または2022年の前半、このときはまあ大,体少な大体2万2000円ぐらいまでは少なくとも落ちてるんじゃないかなというふうに思います、あの今までの日経平均の暴投、暴まあ、急騰ですね、あるいは暴落って、まあ、はっきり言ってねあの、的確な理由がなく落ちてるんですよね。 多分な,ないと思います、適当な後付けでは出てきますけどね、まあ、とりあえず一旦2万4000ぐらいまでは、まあ、下げていくだろうと思います、どのようなスピードか分かんないし、途中でどれだけのリバウンドがあるか分かんないんですけれども、一旦2万4000まで下げて、でまあ、そこで2万2000ぐらいになるのかな、まあその、それまでの間にどんな理由があるか分かんないんですけれども、もう、あのー、コロナ相場っていうのはまあ終焉だと思いますね。もう、うん ね、本来、ワクチンはもっと、ね、あの時間がかかるって言われてたんですけど、1年足らずでしたからね、それでも今はもうアフターコロナっていう相場ですよね、どう考えても。アフターコロナをもう、流に上げていくっていうのは、ちょっとね、ありえないですね、まあ、ちらっといっあ、あと GDP についてちょっと触れておきます、GDP、だいたい600兆円ぐらいなのかな、まあ、だいたいそんなもんだと思います。 で今より1989年の大バブル相場の時は今よりま,あまだ低かったみたいですけどね、まあ、GDP もすでにね、あのー、GDP を著しく今、超えていってるんで、ちょっとこれをねどんどん上に上げていくというのは考えられないのと、あとちょっとね、あのえー、別ユーチューバーさんでね、えー、なんか3万円をまだどん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 超えていくってね、あのー、予想してる、なんかそういう。 風潮がちょっとね、あの高くなってるのでちょっと注意喚起で動画を撮っておきます。まあ、適当なこと言ってますよ。あの日経がね1 6358円とか1万7000円つけてた時は日経が1万2000円とかになるとかね適当なことを大体の YouTuber 言ってましたからね。まあ、以上です。